それではただいまより市長定例記者会見を始めさせていただきます。市長よろしくお願いします。はい、おはようございます。それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まず本日題材に入ります前に新型コロナウイルス感染症の感染状況に関しまして一言申し上げたいと存じます。本市の感染者数ですがここに数字が出ておりますけれども市の新規感染者数の数字を並べております。見ていただいて分かりますように、まあ、ずっと高止まりで横ばいというのが全体の傾向でございますが3日の週には、まあ、日曜日等を除いて150人から170人で、まあ、前週よりもずっと人数は減っていたということでございます。ただ9日以降で前週よりも増え出しまして人数も200人強にずっとなってきたと。それが1週間ちょっと続きましてその後19日からまた少しずつ前週よりも減り出したと言ってますけども人数自体は200人あるいは超あるいは200人ちょっと 下回るぐらいでございまして、まあ、いわゆる高止まり横ばいの状況ということかと存じておるところでございます。一方年代別の累積新規感染者数の推移でございますがピーク時がより少ないとは言えますけれども4月の10日ぐらいから10歳代が非常にこう伸びてきております。まだ今は減っておりますけれどもあと10歳未満も一時すごい10歳未満の方が増えた時期もございましたがその後急激に減ってまた若干伸びてきておるというような状況でございます。まあ、若年層でかなり人数が増減しておる、まあ、ながら高止まりになっておるというところかと存じております。でまあ、ここ数日でございますけれども若干減少傾向はございますけれども全ての年代においておおむね横ばいの状態が続いておるということかと思っております。で、まあ、全国の感染者数の状況を見ましても地域によっては増加しているところまた減少している地域バラバラでございます。まあ、ただいずれにしても高止まりの状態が続いているというのは全国共通かなというふうに思っておるところでございます。まあ、しかもオミクロン株の派生型でより感染力が強いと言われています BA2 のへの置き換わりというのも進んでいると聞いております。まあ、より感染力が広がる恐れもあるということでまた警戒が必要であるというふうに思っております。でしかも今週末からちょうどゴールデンウィークが始まるところでございます。ゴールデンウィーク期間中は旅行や帰省などで人の移動が増えるとともに会食の機会なども多くなることが見込まれます。まあ、このような場面でどうしても気が緩みがちになります。まあ、この感染拡大の引き金とならないよう、まあ、昨年もやっぱりゴールデンウィーク明けに感染者数が増加しておるというような状況もございましたのでそうならないように引き続き3密回避また人と人との距離の確保手洗いや手指消毒の徹底不織布マスクの着用など感染防止対策に高い意識を持って行動していただくように市民の皆様にお願いをいたしたいというふうに存じます。また会食等につきましても長時間大人数の会食は感染リスクが高まります。飲食店の感染防止対策にも着目しながら同一テーブルで4人以内あるいは2時間以内またマスク会食や席の間隔を十分にとって換気をしてといったようなことを徹底して楽しんでいただくようにお願いをいたしたいというふうに存じます。次にワクチンの状況でございます。新型コロナワクチンの接種状況ですけれども4月21日時点で本市で3回目接種を終えた方は194,810人接種率は 45.7% となっておるところでございます。ただこれ見ていただき分かりますように年代別で大きく差が出ております。65歳以上は 85% になっておりますけれども30歳代はほぼ3割20歳代は 26% ということで、まあ、まだまだ低い率になっておるということでございます。まあ、こうした状況を踏まえまして先週23日から本市で特に若い世代の新型コロナワクチン接種の促進策ということでファイザー製ワクチンによる集団接種を開始しております。また昨日25日からは5月3日4日など8日間の集団接種の予約を予約サイトコールセンターで受け付けております。まだ日によって若干違いはありますが全体として予約枠に空きがございますのでぜひとも積極的に予約申し込みをお願いしたいと思っております。まあ、さらに5月5日から延べ5日間
モデルナ社製ワクチンによる予約なしでの集団接種も実施をいたします。本市といたしましては、2回目接種を終えられた方、多くの方が6ヶ月を経過いたします。本年5月末を目的といたしまして、希望するすべての方の3回目の接種を終えることができるよう取り組んでいるところでございます。多くの方に少しでも早く接種をしていただいて、もう抗体を作っていただくということが、収束への早道で近道ではないかというふうに存じております。ぜひとも市民の皆様には積極的な接種についてご検討いただきたいと、そして今回のこの集中取り組みによる接種機会をぜひご活用いただきたいというふうに思っております。よろしくお願いをいたします。それでは題材に入らさせていただきます。本日は3点ございます。まず1点目でございますけれども、令和3年度の市民満足度調査の結果を取りまとめましたので、ご報告するものでございます。本市では毎年、市民の皆様のご意見を今後の市政に反映させるため、高松市への愛着度や住みやすさなどのほか、総合計画の基本構想である60項目の施策について満足度調査を実施しております。今回は昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症に対する本市の取り組みに関しても質問を受けて実施をいたしております。調査対象者は、住民基本台帳から無作為抽出した満18歳以上の市民2500人でございます。対象期間は1月15日から本年1月31日までで、回答者は848人、回答率は前回より 5.9 ポイント低い 33.9% となっております。これが過去で一番低い状況になっています。残念でございますが、後でいろいろ説明しますけど、ちょうど1月15日31日といいますと、1月21日から本市におきまして、地域としてまん延防止等重点措置が講じられた時期と全く重なったということでございます。その影響もいろいろ出ているのかなというふうに思っております。それでは調査結果につきまして、お手元に資料をつけておりますが、私から簡単にご説明をさせていただきたいと存じます。まず本市についての質問では、9割近い方が高松市への愛着や住みやすさを感じ、定住の意向があるとの回答でございました。特に愛着度につきまして、60歳代の愛着を感じる、やや愛着を感じると回答した割合が昨年に比べ約12ポイント増えており、また住みやすさについては、40歳代の住みやすい、まあまあ住みよいと回答した割合が約7ポイント増えております。続いて施策全体の満足度は、満足度や満足を合わせた満足度は 28.4%、 やや不満と、や不満とやや不満を合わせた不満度は 17.1% となっており、いずれも昨年と比べ大きな変化はなかったということでございます。また各施策の満足度でございますが、昨年度との比較で商工業の振興やの満足度が増加した一方で、生活困窮者等への自立支援や地域福祉の推進、また医療体制の充実の不満度が増加しております。この辺の不満度ですね、が昨年よりも増加しておるということでございます。これにつきましては、先ほども言いました新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた生活困窮者への支援や、ワクチン接種を含めた医療提供体制の充実を望む市民の皆様の声が反映されたものと考えております。次に各施策の満足度と重要度の関係でございますが、満足度と重要度がともに高い領域 A、 領域 A ですね、領域 A に分類される施策数は昨年と比べ2施策減り、15施策になっております。また重要度が高いが満足度は低い領域 C に分類される施策は、昨年度より1施策と減り13施策となっておりますが、新たに地域福祉の推進、地域包括ケアシステムの構築、社会保障制度の適切な運営などが領域 A から領域 C に移動しており、これらにつきましても新型コロナウイルス感染症の影響により満足度が低下しているというふうに推測をされるところでございます。新型コロナウイルス感染症に関する取り組みに関しましては、8割近い方が重要、やや重要と回答いたしておりまして、その中でも特に医療資源
の、医療提供体制の整備と感染リスクの削減や行動変容の徹底に関するご意見を自由意見等で数多くいただいております。まあ、今回の調査結果を受けまして、事業の見直しはもちろんでございますけれども、新たな事業の実施、さらなる新型コロナウイルス感染症対策の改善に取り組みまして、市民の皆様が安心して暮らすことができ、また誰もが暮らしたい、訪れたいと思えるような魅力あるまちづくりに引き続き取り組んでまいりたいと存じます。2点目は市民貢献人の誕生についてでございます。本市では認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方の権利を守る成年貢献制度につきまして、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職ではなく、市民目線で貢献人としての職務を行う市民貢献人を養成するために、高松市市民貢献人養成講座を元年度から実施をしております。この度この養成講座を修了し、市民貢献人候補者名簿に登録されている5名の方のうち3名の方が高松家庭裁判所から市民貢献人として選任を受け、令和4年3月から活動を開始しております。残り2名の方は現在選任に向けた手続きが進められているということでございます。市民貢献人が選任されるのは本市では初めて、県内自治体では4例目ということでございます。市民貢献人の方々は判断能力が不十分な方に代わって、税金や光熱水費などの日常的な支払いをはじめ、介護保険や障害福祉サービスの利用手続き、施設の入退所の契約などについて活動をいたします。市民貢献人の皆様には、地域共生社会の実現に向けて同じ地域で暮らす住民同士という強みを発揮していただき、本人の意思や生き方が尊重される社会づくりに貢献いただけるようなご活躍を期待しているものでございます。本市といたしましては、今後とも養成講座を実施し、市民貢献人として活動できる人材の育成に取り組んでまいります。また市民貢献人の活動が地域における福祉活動の一つとして定着するように努めてまいりたいと存じます。最後3点目は、高松春の祭りフラワーフェスティバル2022の開催についてでございます。本市では市民との共同による花いっぱいのまちづくりを推進するため、毎年高松春の祭りフラワーフェスティバルを開催しているところでございます。今年度も5月3日火曜日と4日水曜日の2日間開催をいたします。ただ今回は瀬戸内国際芸術祭2022の春会期の期間中でもあるということもございまして、瀬戸芸のお客様にも来場者にも楽しんでいただけるように、会場を従来の中央公園から玉藻公園に移しての開催となります。当日は玉藻公園内の二の丸跡などを9種類約3万2000本の草花、約3000本の切り花で装飾をいたします。また高校生による即興の生け花パフォーマンスをはじめ、花のプレゼントクイズラリーや丸太切り、フラワーアレンジメントの仕事体験、各種ステージイベントなどを楽しんでいけるようになっております。また復元工事が進みます。桜御門、これにつきましても、その全容をご覧いただけるということでございます。フラワーフェスティバルの開催は長引くコロナ禍におきまして、多くの市民の皆様にこの花と緑の力で笑顔と元気をもたらすと、少しでももたらすことができればと存じております。なおコロナ禍でございますので、会場にお越しの際は不織布マスクの着用、人と人との距離の確保など、感染防止対策へのご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。私の方から以上でございます。はい、それでは記者質問に移らさせていただきます。まず、幹事さん、よろしくお願いします。はい、幹事社の四国新聞です。よろしくお願いします。瀬戸内国際芸術祭2022が14日に開幕して2週間近くが経とうとしています。今回は島と陸地側との交流促進連携強化を図るとの考えが示されたようですが、高松地区で具体的にどのようなものが計画されていますか。また瀬戸芸において高松独自のイベントは開催する計画はありますか。お願いします。
はい、まあ5回目の、瀬戸内国際芸術祭がこの4月の14日から始まったところでございます。で、今回の芸術祭では重点的な取り組みの一つとして、瀬戸内の里海里山の隠れた資源の発掘と発信を掲げておりまして、会場となる島々以外のエリアにおいても作品展開やイベントを開催することで、まあ、来場者の周遊を促そうと、まあ、島ばっかりにあまり固まるのを避けようということで行われているところでございます。まず芸術祭の公式イベントでございますが、これが高松市内で行われるものとしましては、先日リニューアルオープンいたしました四国村ミュージアムですね。で、5月の15日日曜日に瀬戸内仕事歌&四国民話オペラ二人奥方の開催が予定されているところでございます。また関連イベントといたしまして、アーティストと地域住民が共に企画運営する香川山並み芸術祭2022が香川県下で開催されまして、塩の江町エリアでの作品展開、5月の21から6月26と聞いておりますが、これでも作品展開がございます。また本市独自のイベントといたしましては、夏会期に八島三条恐竜拠点施設ヤシマールがオープンをし、さらに秋会期にはパノラマアート作品の鑑賞も可能となる予定でございます。これらヤシマールなどを生かしたさまざまなイベントの開催に取り組んでまいることといたしております。また高松港周辺では芸術祭の春会期に合わせまして、サンポート高松の多目的広場におきまして、5月5日に音楽イベント高松ミュージックブルーフェス2022を開催いたしますほか、時期は未定ですが一流のパフォーマーが集結する高松大道芸フェスタといった例年のイベントなんかも関連イベントとイベントの実施も予定をいたしております。さらに現在復元整備を進めております高松城跡の桜御門、これが夏会期までには竣工し一般公開となる予定でございます。まさに島巡りで現代アートを楽しんできていただいた来場者の皆様に、本市の文化芸術のイベントでありますとか、あるいは桜御門といった文化財そのものにも触れてもらうような機会も作っていきたいというふうに思っております。そして、まあ、芸術祭の期間中における高松での滞在をお楽しみいただきたいというふうに思っているところでございます。では幹事社以外からの質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の方よろしくお願いします。NHK です。瀬戸芸のお話の中でですね、先日瀬戸芸の来場者とそのスタッフの方で2名の方の感染が確認されたということなんですが、まず、これについての受け止めとですね、まだ春会期ということで、今後も来場者の方どんどん増えると思うんですけれども、それに対する対策に感染対策についてのついてお願いします。はい、まずこの度女木島に来場された方の感染確認、あと高松市ではございませんけれども、手島の方で芸術祭を担当していた方の確認というのが起こったわけでございます。これらによりまして島民の皆様をはじめ関係者の皆様にご心配をおかけしているところでございます。事実関係につきましては一昨日瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の方から詳しく発表がございましたので、省略はさせていただいております。いずれにいたしましてもコロナ禍の中での芸術祭ということで、このような陽性患者が発生をするということは想定されたものでございますし、実行委員会ではこうした事態も想定した上でその対応指針というものをよりきめ細やく具体的に作成をしておるところでございます。今回の島内女木島の中での有症患者の発生に関しましても、この対応指針に沿って看護婦士への相談でありますとか、チャーター船での高松への移動など、それぞれ適切に現実的に対応できたものというふうに考えておるところでございます。
また、来場者が鑑賞した芸術祭の会場施設等での消毒というのはもちろん実施済みでございますし、利用した船でありますとか、施設の管理者には事情を説明し、それぞれ消毒も依頼をしてきちっとやっていただいておると。また芸術祭関係者で濃厚接触者はいないということを確認しておりますし、患者に接触した関係者につきましても全員検査を行って陰性が確認をされているということでございます。いずれにいたしましてもこの対応指針というのはそれぞれの島ごとにきめ細かな形で示されております。それを改めてこの指針に基づいた対策を徹底するようしていくといったことが最も大切であるというふうに思っておりますので、その旨を実行委員会事務局に私どもとしても働きかけてまいりたいというふうに思っております。本市といたしましてもこの実行委員会とともにこの周知徹底、来場者に対する周知徹底、従事者に対する周知徹底等も図っていきたい。でそもそも市民の皆様にもこう離島で会を中心に開催される芸術祭であるということで、離島におきますと医療資源の制約とか、そのようなことがあって、狭い離島の中で感染拡大というのが非常に危惧されるところもあるという、そういうところに行くんだということを前提に、その旅行前、鑑賞前の段階で感染対策というのを確認をしていただいて徹底して来ていただきたいという旨も周知を図ってまいりたいというふうに思っております。あとですね、新規感染者数の推移なんですけれども、なかなかこう高止まりの状態が続いているということでして、いろいろと原因とかっていうのもいろいろ考えられるとは思うんですけれども、市長が考えますその原因、その要因だとか、あとそのこの高止まりの状態が結構長期間続いていることについての受け止めをお願いします。はい、これまでもコロナ禍が起こって2年ちょっとの間に流行が感染が拡大した時期と収束した時期、あるいは一定にゼロが続いた時期というのも結構あったわけでございます。それぞれの時期においてどういうものがどうか作用して、そのような形になったのかというのは、私は専門家でもございませんし、いろいろ情報はありますけれども、はっきりと定かには分からないところでございます。ただ今回のいわゆる第6波といわれるような感染拡大期におきましては、やはり変異株の一つであるオミクロン株といったものが非常に感染力が従来のウイルスよりも高いということが大きく影響してくるということで、これまでは飛沫感染、接触感染に気をつけて、特に飲食店での感染を抑えるために、まん延防止等重点施策なんかでも時間短縮要請ということで対応しておったんですが、今回のオミクロン株、あるいはそれから派生した BA.2 にしますと、これまでよりも相当感染力が強くて、でいわゆるその市中感染とか言われるような感染形態も見られると、感染経路が不明であるような事例というのが非常にたくさん見られるということでございまして、感染者数もどうしても増えざるを得ないし、なかなか収束に向かわないというのは、そういうところがあるのかなというふうに思っておるところでございます。従いまして、ある程度感染のその高止まり的なものが続いていくというのは、仕方ない部分はございますけれども、どうにか少しでもその感染者数が日々抑えられるように、しかもそれが収束に向かうように、先ほどから言っておりますマスクの着用、手洗いの徹底、人と人との距離、あるいは換気の徹底といったような基本的な感染対策を市民お一人お一人にきちっと意識していただく、特にゴールデンウィークに入りますので、そういうその感染の拡大になりかねない機会が多くなるということで、その辺をいつもよりも十分に注意していただくということをお願いをいたしたいというふうに思っておるところでございます。はい、他にありませんか。RSK の古川と申します。
先ほどの女木島の件なんですけれども、これ、特に島民の方からはですね、こういう出たことに対する不安の声とか、そういったもの上がってないでしょうのでしょうか。関係者の方々にはいろいろご説明をさせていただいておるということでございます。その中でじゃあそういうご意見も十分踏まえた上でいろいろ対応していくということになろうかと思います。じゃあそこでこう新たに何か対応をプラスアルファでということは今のところ考えられてないという形。まあ、先ほど言いましたように取扱い指針の徹底ということを確認はいたしております。あと1点、その市民のですね、満足度調査の分なんですけれども、その中で1点、コロナ対策に対する取り組みの満足度の分なんですが、これは満足度の方も上がっているようなんですが、不満足度の方もちょっと上昇しているようなんですね。このあたりについてはどのような受け止めと、今後のことについての指針というのは。はい、まあ、コロナ対策につきましては、まあ、先ほどから言っておりますように、何度かの流行、感染拡大時期等に応じて、まあ、それぞれの対策を取って、コロナ感染拡大防止対策を取っておりますし、一方でそれによって傷ついておる社会経済活動等の維持、活性化のための対策といったものも合わせていろいろ取っているわけでございます。そういう中での施策対策としての評価ということかと思っております。で、まあ、先ほども言いましたように、ちょうどアンケートを取った時期が1月21日にその高松市を措置区域としたまん延防止等重点措置が開始になったちょうど時期、いわゆる感染拡大がどんどん起こっている時期 で早くワクチンの3回目のワクチンを打つべきじゃないかと、3回目のワクチンの議論が始まった時ですね。でそれが高松市の場合非常に遅いんじゃないかというようなご意見なんかもいただいております。まあ、従いまして感染拡大と同時にやっぱり市民の皆様の意識がどんどん高くなって、でワクチンに対する関心が高くなった時期なので、まあ、いろいろやってくれてるという評価と、それといやまだまだ不満だという評価と、それが相半ばしたというふうに私は捉えております。ありがとうございました。はい、他にございませんか。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、それでは以上で視聴者定例記者会見終了させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。